お君はい、日本維新のの会俊です。菅内閣が発足いたしましたが、総裁官西村さんも改めてよろしくお願い申し上げます。はじめに政府のプライマリーバランス黒字化目標と、日銀の金融政策の関係について、総裁と議論させていただきたいと思います。先日の本委員会での所信表明で、麻生財務大臣は、2025年度までのプライマリーバランス黒字化の目標を強調されておりました。 私も元来、まあ、いわゆる財政保守派であり、財政再建を完全に放棄するべきだとは思っておりません、まあ。しかしながら、コロナ禍で各種の数値が悪化しており、まずは財政出動で景気回復させることが急務である現状において、プライマリーバランス黒字化に触れるのは、時期尚早で非現実的ではないかと考えています。 というのも、5年という極めて短期でプライマリーバランス黒字化を達成すると財務大臣が発言すれば、近い将来、増税があるのではないかなどという猜疑心がマーケットに生まれ、コロナ禍からの景気回復に蓋をしてしまう可能性があるからです。そしてそれは日銀の掲げる2%の物価上昇というインフレ目標達成にも向かい風になるのではないかと考えます。 そこでまず一般論としてお答えいただきたいんですが、社会動態に不確実性が,不確不確実性が強く存在し、景気の先行きが不透明なときに、政府がかたくなにプライマリーバランス黒字化目標を維持した場合、市場および物価に与える影響や、中央銀行のインフレ目標政策に与える影響について、見解を伺います黒田参考人。 ご案内のとおり今回の感染症への対応として政府はすでにリーマンショックを大きく上回る事業規模234兆円の経済対策を実施しておりますさらに総理は新たな経済対策の策定を支持しているというふうに伺っておりますこの間日本銀行は感染症への対応として資金繰り支援と金融市場の安定維持を図りまたそのことを通じて 物価安定の目標を実現するために強力な金融緩和を実施しております。で、これらの政府と日本銀行の政策は、我が国経済をしっかりと支えていると考えております。また、そうしたもとで一時大きく不安定化した金融市場も、比較的短期間で打ちつきを取り戻しております。このように政府と日本銀行はそれぞれの役割を果たしつつ、 連携して政策を行うということ、いわゆるポリシーミックスの効果によって経済物価にプランスの影響を及ぼしているというふうに考えております。で、こうしたあ政府と日本銀行がそれぞれ、えー、役割をきちっと果たしてですね、えー <coughs>、デフレから脱却し、さらに経済を持続的な成長経路に乗せるというあの2013年の1月の 政府と日本銀行の共同声明というものの考え方というのは間違っていないのではないかというふうに思っております。 音喜多さんから、はい、ちょっとあ、ね、プライマリーバランスの黒字化という問題についてちょっとね。ご正面からお答えいただいてない印象があるんですけどもまあ、以前、日本銀行はプライマリーバランスに関するワーキングペーパーにおいて景気の腰折れを引き,引き起こさないかどうかという点を重視しながら、財政再建のタイミングや店舗について検討する必要があるという内容をまとめていらっしゃいます。まあ、これはワーキングペーパーですので、日銀の公式見解とはでは言えないのかもしれませんが、景気の腰折れと財政再建のタイミングえ、店舗に関連性があるという。ことは は非常に説得力があり、現在のコロナ禍の状況にもまさに当てはまることだと思います。日銀は今回のコロナ禍において国債の買い入れ上限を撤廃するなど、政府の大規模な緊急経済対策、まあ先ほどおっしゃっていただいたような、まあ、財政拡大路線に資する施策も行っています。まあ、こうした施策との整合性や、まあ、インフレターゲットというものを考慮すれば。 政府のプライマリーバランス黒字化目標については、やはり当面撤回する、あるいは延期をする方が、日銀の施策や政策と適合し、これは説明がつきやすくなるんじゃないかと考えますが、総裁のご見解をぜひお願いいたします黒田参考人。ここはあの財政運営そのものにつきましては、ですねやはりあくまでも政府・国会の責任において行われるということで、具体的にコメントすることは差し控えたいと思いますけれども。 まあ一般論として申し上げると、やはり中長期的な財政健全化について、市場の信任をしっかりと確保するということは、やはり重要であろうというふうに思っております。現在、国際市場において円滑かつ安定的に金利形成が行われているのは、財政についての市場の信任が維持されていることが背景にあるのではないかというふうに思います。もととより金融政策は主として 金利を通じて経済物価に働きかけるものでありますので、えー、財政に対する信任が維持されるもとで安定的に国際金利が形成されているということは日本銀行が適切な金融政策運営を行っていく上でも大事なことではないかと思っておりますまあ、いずれにいたしましても現在のようなそのコロナ感染症のですね状況に鑑みて、えー、大規模な財政出動を行うということが大変 私自身も適切だと思いますけれども、一方でやはり中長期的に財政、国債に関する市場の信任を確保していくということも重要ではないかというふうに考えております。 もちろん市場の信任というのも重要ではあるんですけれども、諸外閣も今、積極財政に転じていて、プライバリーバランス黒字化ということはまあ一旦棚上げしている状況においては、ある程度、日本もその国際的な潮流に足並みをそろえるということは、信任を失わせるものではないと思いますし、あ今日ずっとご議論ありますけれども、日銀のですがインフレターゲットを定めて、金融緩和等々をやっても、やっぱ国のほうが増税をしたり、あるいはプライバリーバランスにこだわったりと、こうしたいわばブレーキとアクセルを両方踏むようなことをやってきたこと はですねこの長きにわたる日本の経済の低迷の原因じゃないかと、まあ、いうことはずっと指摘されていることでございますので、まあ、この点はですね、まあ、もちろん,日銀,さん日銀と政府はまた別個にやられているということは十分承知をしておりますが、まだこれ、財務省ともしっかりとプライマリーバランスの黒字化、そしてこの3次補正予算における財政出動については議論していきたいというふうに考えております。それでは次に、日銀の手続きについて、オンライン化や押印廃止の観点から質問させていただきたいと思います。 菅政権が真っ先に着手した政策の一つに、行政機関のデジタル化、そしてはん応押印の廃止があります。その目標設定とスピード感は、まあ、現在のところ、目を見張るものがあり、我々も大いに期待をしているところです。 この改革の肝は、菅総理が所信表明演説で述べられた通り、行政サービスのデジタル化を進めることで、コロナ禍で浮き彫りになった日本社会のデジタル化の遅れを取り戻すという点にあります。故に、金融業界の先頭を走る日本銀行にも、その理念を持って、日本社会のデジタル化を進めていっていただきたいと思っております。 そこでまず、日銀と国民との関わりが最も強い分野の一つである情報公開請求、この制度を取り上げたいのですが、この情報公開請求が現在、日銀はオンラインで対応できていないということが分かりました。 すでに観光庁を見ますと、国土交通省や厚生労働省、あるいは実では東京都などは、この情報公開請求はオンライン対応していることから、情報公開請求についてオンライン対応ができないという理由を探し出すことは困難だと考えます。日銀が現在、情報公開請求においてオンライン対応を行っていない、この理由について教えてください日本銀行理事、吉岡信康参考人。 お答え申し上げますただいま委員がご指摘になった情報公開請求の件でございますけれども、日本銀行では現在、本店および全国32の支店に情報公開窓口を開設しております。すべての窓口におきまして、対面と郵送の両方によりまして、開示請求書の提出を受け付けているところでございます。ただ、ご指摘になりましたように、これまで開示請求を受けた方からオンライン対応等、これをなんか求める声は、 聞かれておりませんででしたので現状、私どもは対応していないといいなととうころでございます現状先ほど委員からご指摘がありましたけれども、オンラインで開示請求を受け付けている行政機関、独立行政法人等、限られた数ですけれども、存在しているという点は認識しております。国民の知る権利に関わる重要な手続きだと、情報公開請求は承知しておりますので、多、まあ、機関の動向等も踏まえながら、今後的確に対応に努めてまいりたいと考えているところでございます。 はい、まあ、あのニーズがなかったからやってこなかったというのはまあ他の分野でもよくあることなんですけどもこうしたオンラインの 手続きというのができれば、当然その利用者というのはあ、できるようになったんだということで使うようになってきて、まあ、そこでまあニーズが発見されるというか、まあ、思いに火がつくこともあるわけですね、そしてまあ他もやっていないから、日銀もやってないというのはです、ね、これはまあ非常に後ろ向きなスタンスであると思いますので、やはりです、ね、この金融業界のある意味のリーダーである日銀さんがです、ね、こういうことを率先してやっていただくことがです、ね、日本社会のデジタル化の,この進展につながると思いますので、ぜひこれはご検討をお願いしたいということを申し上げておきたいと思います。 そして、情報公開の請求だけでなく、他の手続きのオンライン化はどういう状況か、私の方でもいくつかお調べをさせていただきました。日銀は日銀ネットという情報システムを構築、運用しており、これで主に民間金融機関と取引をしているため、日銀のと提供するサービスのネットワーク化は、日本の公的機関の中ではトップクラスだと、まあ、そういったご意見も多くあり、この点、私も改めて高く評価をしたいと思います。 ただ一方で、ですね、まあ、政府の行政手続きなどの棚卸し結果の最新の令和元年度調査によると、日銀が主体の手続き805 80件のうち、少なくとも125件がオンラインでの手続きが不可能ということであります。また金融機関とのの取引においいても非オンンラインのみでしか受け付け付ない 手続きがあったりあるいはです。えそもそも日銀のシステムが非常に複雑であるためオンラインを諦めて紙で提出している企業はほとんどではないかまそういったご意見も寄せられておりますえそこで外部との初手続きにおけるオンライン化について進捗状況や利用率をしっかりと把握されているかどうか伺いますえまたオンライン化を進める方針オンライン手続きや利用率を増やしていく方針は日銀内に存在するのかどうかこちらも併せてお伺いいたします吉岡参考人 お答え申し上げます委員,がご指摘いただ委員からご指摘がありました、本年3月に私どもが公表しました、日本銀行が法令に基づき取り扱っております手続きのオンライン利用率でございますけれども、これは約60%という数字でございます。ご案内のように、これらの手続きには、日本銀行法に基づく認可に関わるものですとか、国庫国際事務に関係するものなどもありますけれども、まだ全部が4割というものが存在しておりますけれども、これらにつきましては、 ご指摘のありました政府のデジタル化の方針のと現在、所管官庁からの指示ですとか、法令改正を受けまして、鋭意さらなるオンライン化を進めているところでございます。またあの、日本銀行ではということになりますけれども、2019年度に中期経営計画というのを作成しました。この中に、私どもとして業務、組織運営に共通する情報技術に関わる取り組み、これを重要課題として取り上げまして、校内に副総裁をヘッドとします。 組織横断的な IT 活用推進本部を設置いたしまして、その下で日本銀行と金融機関の間の手続きを始めまして、幅広い業務における IT の一層の活用を進めていくと、こういう方針を固めているところでございます。 はい、丁寧なご提言いただきまして、今お,、えー、おっしゃっていただいた中期経営計画については、ちょっと一問後で、えー、もう少しお伺いし,したいと思うんですが、やっぱり金融機関においては、やっぱりセキュリティが重視されるので、まあ、オンライン化について障壁がある、抵抗があるということもですね、まあ、理解はしているんですけども、まあ、そこで,です、ねまあ、その金融機関、しかもそのリーダー格である日銀が、やっぱり進むということは非常に、ね、強いメッセージになると思いますので、このオンライン化の利用率の向上、まあ、これは極めて重大な課題だと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、前に進めていただきたいと思っております。 河野大臣は合わせて、犯、ま、行、あ、押印廃止につき、具体的な目標である99%廃止、まあ、こうしたことを掲げて改革に乗り出しております。まあ、そうした政府の補償に合わせて、多くの地方自治体も押印廃止に動いております、まあ。国際金融センター構想というものもある中、日本独自の押印は、まあ、金融業界全体でもやはりここは見直しをされるべきであり、各種書類や契約書に押印を要求することは、まあ、いささか時代遅れの感じもいたしております。 そこで日銀と外部との取引において応印を必要とする手続きの数、えこちらを伺います。合わせて残高証明関係書類や交差に関する契約書、あるいは日銀定款に記名捺印を要する事項が今だなお存在している理由についてお伺いいたします。吉岡参考人お答えいたします。 日本銀行では取引相手の体操を占めます金融機関との間、これにつきましては、先ほど委員からもご指摘がありました、日銀ネットなどの専用ネットワークによりまして、情報セキュリティにも十分に配慮しながら、手続きのほとんどをすでにオンライン化しております。その上でということでございますけれども、やはり召喚校や法令に基づきまして、一部の手続きにつきましては、代表者等の応印のある署名の提出を求めているものもございます。委員がご指摘になりましたものも含めまして、 種類ということになりますけれども現在1000種類超存在しているところでございますまあこれらにつきましては政府の方針もございますけれどもそれも踏まえながらまた民間実務や法改正の動向を踏まえる形で着実にオンライン化を進めてまいりたいと考えているところでございます小戸北俊君はい 確かに日本の法制度上必要されるこうしたもののははすすすぐぐとといいいう難し思まただ、ご答弁にあったような、召喚ま上、監修として残っているもの、こちらについては、民間が言い出してくれば日銀もということではなくて、やはりこの日関のある意味リーダーである、日銀がリーダーシップを取って、こういうのはやめていこうよということを言うことは、非常にやはり影響力があると思いますので、この不必要な応援がないかどうか、これ、1000種類ということですから、いま一度徹底的に精査していただいて、非効率で国際化には、 見合わないものというのは、随時、そして早急に解消していっていただきたいというふうに思います。 そして、先ほど来のご答弁を伺いますと、まあ、オンライン化や応援廃止については、まあ、ややです、ね、受け身の姿勢で、もちろんあの前向きだと思うんですけれども、受け身の姿勢で取り組んでいらっしゃるんじゃないかというような印象も持っております。まあ、せっかくです、ね、この政権が強くです、ね、意思を持って着手をし、まあ、河野大臣も具体的な目標を持って改革を進めているわけですから、日銀もです、ね、具体的な数値目標、これを持ってデジタル改革を進めていってほしいと考えております。経、ま、営、あ、計計画画などど立ててられいいるとうう先ほどのの答弁ありましたがそうしたたがそ中で で、手続きのオンライン化、応援廃止の数につき、今般、政府が打ち,出し打ち出しているような具体的な数値目標、あるいは期限、まあ、こうしたものは存在するのでしょうか、また日銀内でそうした手続きのオンライン化、応援廃止を主導的に指示をしていく部局はあるのかどうか、この点、改めて参考人にお伺いいたします吉岡参考人。お答えいたします。 先ほど委員からご指摘いただきました数値目標でございますけれども、現段階では私どもは数値目標という形では持っておりません。その点に関しまして、数値目標がないという点につきまして、これがまあ受け身であるというふうに言われてしまうと、そうかもしれませんけれども、私どもとしてはやはり積極的にデジタル化を進める方針ということは、あの論のないところでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、やはり法令ですとか、 召喚集ですとか、そういったものもございますし、また政府における議論を踏まえながら、社会全体の動きをこう見ていくと、その上でというふうに考えて、現時点では数値目標という形にはしていないというふうにご理解いただければと思います。その上で、先ほど、積極的に主導的に支持していく、主導していく部局はあるのかというご,指摘でご質問でしたけれども、IT の活用に関しましては、日本銀行の中で政策委員会室と、 またシステムをやっていますシステム情報局と、この2局が共感で対応しているところでございます。 はいまあ、残念ながら数値目標はまあないというご答弁でありましたけれども、まあ、私も都議会議員時代から、まあ、具体的なこの数値目標はない行政のプロジェクトというのは、まあ、失敗するという例をもう数多く、まあ、本当に数多く目にしてまいりました、まあ、そしたら指導する部署、あるいはまあ副総裁で、ね、中期目標を作っているということですので、まあ、ぜひです、ね、この数値目標、まあ、数値を立てていく中で,です、ね、まあ法,まあ、法律上できないもの、召喚収上できないもの、そういうもののえりわけというのも進んできてあ、このぐらいの数までだったら、現実的にいけるんじゃないと。 ないかとまあそうしたものもですね見えてくると思いますのでこの数値目標というのはまあ、ぜひ設定して進めていただきますよう、せっかく前向きだとおっしゃっていただいたのでこれをさらにですね強く進めていただくようにお願いを申し上げますえ最後に総裁にもお伺いをいたします、まあ、こうしたオンライン化や応援廃止は金融業界まひ、あ、いては日本社会のリーダー企業の一つである日本銀行がです、ね。ぜひ範を示すべき分野です 日銀の情報公開など、外部手続きにおいて、窓口や郵送受付だけではなく、オンライン化を一層進めていくべきだと考えますが、見解を伺います、また、応印手続きについても、必要のないものは順次、廃止していくべきであり、加えて、オンライン化や応印廃止を日銀が指導することが、金融業界全体に広がり、国際金融センター構想などにも資すると考えますが、総裁の見解をお伺いいたします。黒田参考人 先ほど理事から答弁いたしましたとおり、法令に基づく取り扱い手続きにつきましては、所管官庁からの指示や法令改正を受けて、オンライン化、あるいは応援手続きの廃止を積極的に進めてまいりたいというふうに思っております。また、日本銀行と金融機関の間の手続きにつきましては、 まあ確かにあの民間実務であり、また法令によるところもありますので、そういったところは十分踏まえながらも、委員ご指摘のとおり、オンライン化や押印廃止を積極的に進めて、ですね金融業界の取り組みもまあサポートしていきたいというふうに考えております。 いずれにいたしましても、まあ、金融面での手続きがより国際標準に近づくということは、日本の金融センター、国際金融センターとしての地位向上にも資するのではないかというふうに考えておりまおとっき大将君にあれは、<上>はんこといえば。 銀行金融あるいは不動産、まあ、こういったイメージが世間には多くありますのでこれは本当に金融業界日銀からこれを改善していくというか非常に大きな意義があると思いますのでぜひ日銀総裁のリーダーシップに期待しておりますのでよろしくお願いを申し上げます残り三分となりましたのですいません地域金融飛ばさせていただいて私からの,あの中央銀行デジタル通貨について簡潔にご質問させていただきたいと思います、まあ、前回の日銀質疑で私もこの問題を取り上げてから、まあ、開発が一層進んで日銀もとうとう先月今後の取り組み方針がリリースされる に至りましたこの中央デジタル通貨の開発は、ですね我が国の国際的な地位を左右するものにまでなってくると思います。そこで先般発表された中央銀行デジタル通貨に関して、取り組み方針におけるこの実証実証実験について、進捗や今後の見通しをお伺いいたします。内田参考人 お答え申し上げますあのご指摘のとおり、日本銀行は10月の9日に、中央銀行デジタル通貨に関する取り組み方針を発表いたしました。えーまあ、現時点で私ども、CBDC を発行する計画はございませんが、まあ、今後さまざまな環境変化に的確に対応できるよう、しっかりと準備を進めておくことが重要だと考えております。まあ、その一環といたしまして、実証実験を行うということでございます。 実際に進め方ですが、まず一般利用型の CBDC の基本的な機能、それから具備すべき特性が技術的に実現可能かどうか、これを検証する予定でございます。21年度の早い時期に開始することを目指しておりまして、まあ、最初の段階では、決済手段としての CBDC の中核でございます、発行、流通、監修、これらの基本的機能に関する検証を行いまして、 その後、より複雑な周辺機能の実現可能性、それから課題を検証していく予定でございます。まあ、その上で、さらに必要と判断いたしましたら、CBDC の実際のデザインを意識しながら、民間事業者、それから消費者、こうした方々が実際に参加する形でのパイロット実験を行うことも展望していく、検討していく所存でございます。まあ、いずれにいたしましても、そういったことが必要かどうか、それからどういう方法でやっていくのか、 これにつきましては、技術面の検証を踏まえまして、さらに今、CBDC をめぐる内外、さまざまな情勢がございますので、そういったことも総合的に勘案しながら、判断していきたいというふうに思っております。 音きた瞬間時間が来てしまいましたの、ね、で、最後、総裁にも聞きたかったんですが、まあ、こ,のこの中央デジタル通貨については、ですねやはり中国、まあ、こうしたものをベンチマークとして、まあ、しっかりと柔軟に対応していかなきゃいけない分野だと思いますので、まあ、より一層の実証実験などの計画を柔軟に進めていただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました